out in front of the train, and car one is at the rear. The green seats are in car six. Cars one, two. はい、またこの前と同じような、はい、お部屋です。これ寮なんだよね。はい、いろいろついています。便利そう。はい、シングルベッドがあって机もあるし、で今回ね、初めてこの COVID-19 のなんか抗原検査ペンをもらいました。これを今日の9時までにチェックしないといけないということで、はい、初めてやるんだけど、抗原検査ペンどうやるんだろう。唾液を採取して15分で検出、こういうのがあって、こういうのが、こういうのがあって、抗原検査ペン、口の中をコレクターで拭い、しっかり唾液を染み込ませてください。約2分程度が、まあ、2分もやるんだ。幾何学模様が摘出バッファに入る、幾何学模様が摘出バッファに入るまで強く差し込んでください。こんな感じ。初めて見た。なんかわかんないけど、これを唾液でして、ここにこう入れるんだ。まあ、とりあえずやってみましょう。差し込みますと、これでいいの？これでいいの？差し込んでる？あ、こうか。はい、これでちょっと待ちたいと思います。あ、なんか出てきたよ。どっちがどっちかわかんないね。どっちが陰性なんだろう。あ、陽性は2本出るんだ。ははは。は、陰性が1本だけ。無効は T って何？陰性だねってことでしょう。1本しか出ないから多分陰性だと思います。陰性。はい、じゃあ1週間分ね、2本ほどちょっとお米を炊いておこうと思います。いろいろね、いろいろね、はい、まな板があるでしょう。菜箸も新しいやつあるでしょう。布巾もあるし、こういうしょもじとかフライ返しとかもあるし、とりあえずは全部揃っております。はい、こういうのもあるし、スポンジもあるしね、今日のノマド飯です簡単なやつ。このご飯は昨日炊いたやつね。はい、あとは出来合いのものです。今日はしめ鯖ですね。はい、いただきます。すごい便利。なんか全自動の洗濯機もあるし、こういう風に洗剤までね、くれるんですよ。あとシャンプーリンスとボディーソープまでね、フロントでくれるので、すごい助かります。またスーパーフィルターに来ました。何のお花だろう。めっちゃ綺麗なんだけど、すごい綺麗。なんかめちゃめちゃ綺麗じゃない。はい、今ね
お買い物に行ってきました。今日週末なんだけど、2回目のお買い物です。3、4日分。でね、このフェルナっていうとこね、めっちゃ安いんですよ。なんか、種類はあんまりないんだけど、これだけで3000円ぐらい。3021円。アイスとか、お菓子が多いんですけど。で、これもね、安いの。97円とか。トウモロコシ。はい。ちょっと食べてみたいと思ったので買ってみました。はい、こんな感じです。はい、皆さんおはようございます。幸姉です。今日は日曜日ということで、あいにくの雨なんですけども、まあ名古屋、あの愛知といえばなんかモーニングモーニングで有名なので、ちょっと朝早起きをして、これから米田コーヒーにね、モーニングを食べに行きたいと思います。明日から今度は朝が早いので、まあちょっと体を慣らすという意味でも早めに起きて朝一から出かけております。すごい顔してるねはい、じゃあ、モーニング楽しんでいきたいと思います。昨日までね、すごいね、死ぬほど暑くて、工場内で働いてるので、もうすごい、もうぶっ倒れそうでした。実際に熱中症で倒れた方もいらっしゃって、ちょっとびっくりしたんですけども、まあ、今、台風がね、近づいているということで、だいぶ温度的には涼しくなりましたけど、でもまだ湿気がすごい多くて、なんかちょっと体が結構だるいんですけど、なんとかあと2日なんで頑張っていきたいと思います。はい、こんな畑のど真ん中を通って米田コーヒーに行っています。川かな、これ、農業用水。あ、気持ちいい。やっぱ朝早いと気持ちいいですね。鳥の声とかが聞こえて、雨が降ってるからそんなに暑くないから、歩くにはちょうどよかった。きれい、泊まりがめっちゃきれい。あ、すぐ近くにワークマンがあったので、ワークマン帰りに寄ろうかな。ワークマン8時過ぎなのにすでにいっぱいもう車は止まってる。さすがだね、モーニングの習慣がある。はい、米田コーヒー入ります。7時から開いてんだね、米田コーヒー。何しようかな。トーストと、はい、それと、このオグラ、はい、で、マーガリンって書いてあるけど、マーガリンじゃなくてバターでできますか。はい、でバターでお願いします。あとミニサラダをと定番、はい、ゆで卵をつけていただけますか。ゆで卵を2つで、コーヒーは米田ブレンドで。米田ブレンド、はい、お願いします。はい、ということで、米田コーヒーさんね、愛知で初めて、行ってみました。東京かどっかで1回は行ったことあるんですけど、今回初めてモーニングをね、頼んでみました。本当にね、コーヒーもねすごい美味しくて、ミニサラダとか言ってめっちゃ大きなサラダでした。はい、結構食べ応えがあった。で、小倉あんなんかもねついてて非常に美味しかったです。はい、でモーニング自体は本当久しぶりで、あんまりこう記憶が、モーニングを食べたっていうね、まあ、旅行行った時ぐらいしかモーニングを食べる習慣がないというか、そんな感じなんですけれども、まあ、モーニングというとこういうゆで卵を塩をかけて食べるっていうのがね、まあ、定番なんですけど、結構年配のおじさま方がお一人で来られてる方がね多かったですね。でこのミニサラダめっちゃ大きくて、結構お腹にずしんとたまりました。
はい、まあ土曜日は天気良くて本当は観光に行く予定だったんですけど、前の週が夜勤で結構ヘロヘロになっちゃったっていうこともあって、もう土曜日はね一歩も外に出ませんでした。なので、まあ、日曜日は雨だったんですけども、まあ、日曜日ぐらいちょっと出かけようかなと思って、体を調整する意味でもちょっと早起きをして近くのコメダコーヒーに行ってみました。久しぶりにワークマンに行ってきました。この T シャツ放熱冷感っていう、ね、なんか涼しそうだったのでネイビー499、めっちゃ安いんですよ。今度次の仕事で紺色の制服なんで、まあ、あの予備で乗っていこうかなと思っています。放熱率 80% 以上、涼しそうだったのでちょっと買ってみました、はい。それとこれ前もね同じやつ、全く同じやつ買ったんだけどなんか破れちゃったからまた新しく買いました。手袋99円、めっちゃ安い。あともう一個買ってもよかったかな、はい。最近園芸とかでね結構使うんで、はい、これと、あとこれはこれも接触冷感 UV カットでひんやり冷たいということで、これは レギンス、女性用のレギンスですね。これはまあまあ普通にしましたね、980円、はい。部屋あんまりいらないものまで買ってしまったんだけど、部屋着でいいかなと思って買いました。これもね紫外線遮蔽率 90% 以上ということで、フィールドコアっていうやつ、パッカブルって何、あそういう風にできるんだ、あ分かんないけど後でやってみますけど、1500円、めっちゃ安い。あ、折りたたみ方が載ってるパッカブルの、これ知らなかったな、綺麗な収納法、あこういう風にできるんだ、これ旅行とかにいいですよね。あのこれで食事とかにも行けそうだしね、スカートだし、下にレギンス履けば足もそんなに出さなくていいし、はい、結構可愛かったんでね。この中にねこんなね袋がついてるんですよ。こんなに小さく収納できるんだ。まずこれを出してこれを裏返しにするんだね、くるんと裏返しにして、こう裏返しになってるでしょ、こう折るのかな、こう折る感じ、ちょっと片手だから言えるのかな、こういう感じだね。そしてこの中に入れるって感じね。あ、すごいこれめっちゃちっちゃくなったでもここまでちっちゃくしなくてもいいかなと思うんだけど、手のひらサイズに収まるからすごいいい、いいねこれね。でこれでこうすればいいんだ、はあはあはあ、出ないように、なるほど、へえ肌触りもすごいいいし、ハイストレッチでストレッチが効くので伸びもねあって着やすそうですね。完熟メロン大福養老券だって、はい、美味しそう、なんかメロンが入ってるらしいから、うわやばいこれ、やばいぞこれ、あ何これ、スプーンじゃないと食べれないな、柔らかすぎて、うん美味しそう、うん、うん、うわメロンが丸ごと入ってる、めっちゃ美味しい、緑と赤の完熟メロンが入っとる。はい、こんな感じで約1週間ちょっとのねお仕事を終えて、これから新幹線で北九州の方に帰りますけども、初めてこの名古屋弁当三大名物幕の内ということで、味噌カツと天むすとエビフライの入ったねお弁当と、あと母親にこのひつまぶし巻きっていうのをね買っていきました。で早速お弁当を広げて食べておりますけども、美味しかったです、とってもね。でこれは帰ってから動画撮ってるんですけども、ちょっとねコンビニのおにぎり的な包装だったんですけど、これ全部切れててすごい食べやすくて美味しかったです。